ハロハロ、ヒロヒロ、はい、どうも、こんばんは、YouTuber、ヒロでーす。関係ない話なんですけど、さっき、ハロハロ、ヒロヒロっていう挨拶を言っただけなのに、ベロを噛んでしまいました。ほんとバカ。ほんとバカです。今度から気をつけます。はい、今回はね、こちら、美味しい健康はどうでもいい。ポッキー、ポッキー、贅沢チョコ&アーモンド、イエーイ。はい、こちらは、こんな感じです。いわゆる、ポッキーシリーズ、ポッキーシリーズの贅沢チョコ&アーモンド、冷凍、ここに書いてある通り、ここに書いてある通り、冷凍庫で、失笑感、フローズポッキー、冷やして、ポッキー何本分、遊ぼうかな。ここに、いわゆる、アナと雪の女王のエルサのペット。名前なんて言うんこれ。わかんねえ。じゃあ食べてきて。後ろはこんな感じです。後ろは、冷凍庫でフローズンポッキー。ポッキーならではのポッキーと、ルカな食感とひんやりと心地よい串当たりをお楽しみください。冷やして楽しいグッズが当たるフローズポッキーキャンペーン、レシートを取って LINE で応募、ポッキーキャンペーン、おー、キャンペーン期間2020年6月16日火曜日から2020年8月31日月曜日まで、書いてあります。ポッキーですね。なんかキャンペーンがあるんかな、キャンペーン。じゃあ食べていくぜと思ったら、その前にこれ、ここね、さっきからね、これ気になるんですよ。さっきからこの丸いやつ、この真っ白いやつで、これね、冷凍庫で冷やすと浮き出るって、なんか要は、これ要はなんか、さっきから冷凍庫っていうのばっか出てるんですよ。冷凍庫で、この横にも書いてあるんですけど、フローズン、冷凍庫冷やしてほしい。なんかね、冷凍庫で これを冷やすと、なんか浮き出るんだって。なんかキャラみたいな。で、すごいね。で、これなんか冷凍庫で冷やすとね、こうなんかキャラクターが、あれ、アナと雪の女王のなんかエルサについてくるペッツみたいな。これ名前誰だったかいな、これ。はい、あ、これね、このお菓子は、冷凍庫版のお菓子なんですけど、これね、さっきから気になります。これさっきね、冷凍庫で冷やすと時間が長く感じちゃいますので、今回は冷凍庫じゃなくて逆に扇風機でこのお菓子を冷やしてみたいと思いますかな。はい、じゃあ行きます。何が出るかな。あれ、はい、やっぱり、冷凍庫じゃないと無理だし、これはさっき扇風機でこうお菓子を、これね、これ浮き出るよっていうね、頑張ってやったんですけど、全然反応ないね。やっぱりこれ冷凍庫で冷やすとなんか出るんかな、キャラクターみたいな、この真っ白いやつ、なんか出るんだろう、なんか面白いやつが、
すごいね。あとなんか冷やしてポッキー何本分遊ぼうかなっていうゲームみたいなのがあるんですけど、これやっぱなんか冷凍庫じゃないと無理らしいんですよ。逆に扇風機でやってこうやってやっても無理でした。本当に俺バカでした、ごめんなさい。じゃあ食べていくぜ。パッケージ2個入っております。こんな袋ですね。この袋の中に7本ぐらい入ってるのかな。じゃあいきます。こんな感じです。これは、アーモンドですね。要は、ポッキーの中にね、このなんかチクチクみたいな、チクチクみたいなトゲみたいな、これがなんか あのアーモンドらしいです。でポッキーですね。じゃあ食べていきたいと思います。うん、うん、うん、おいしかった。うん、味はね結構まあまあですね。なんか大人の味みたいな感じします。贅沢チョコ&アーモンド。すごいね、分かち合うってことはいいね、分かち合うっていいね。ぜひ皆さんも買ってみてくださいね。